1> 第1、第2、第3、第4、第湾の原子力発電所。台湾の原子力発電所では、台湾の原子力発電所について説明する。アジアの中で、日本に次いで早期に、原子力発電所が建設された台湾では、台湾電力講師が3箇所に2機ずつ、計6機を稼働させている。すべてが、ウェスティングハウスエレクトリック、または、ゼネラルエレクトリックによる米国製であり、 いずれも戦後の戒原令下に建設、稼働された。実質的に日本からの輸出となった台湾第四原子力発電所が建設中であるが、計画から30年、建設から10年を超えてもなお完成していない。宮島忍、原発大国へ向かうアジア、地球環境とアジアの未来平原車、1996年。 ISBN 978から4から93万8391から17から1。原子力資料情報室。原子力市民年間2011から127つ。森所管。2012年。ISBN 978から4から822812485。伊藤隆台湾への原発輸出風売車。2000年。 ISBN 978から4から83315401から7。台湾、チャイナ。IAEA、e、2020年8月9日閲覧。ありがとうございます。